トップガンマーヴェリック楽しめた方は最高なコントに出会えると思います。はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、映画マーヴェリック、トム・クルーズのコントが全力すぎてやばいということでお話しさせていただきたいと思います。いやーですね、冒頭にもお話しした通りですね、このですねコントはですね絶対に見ないといけないと思います。もちろんですね、このトム・クルーズ、そしてですねトップガンマーヴェリック好きだった方もう見ましょう。見て絶対後悔させない、そのぐらいですね爆笑になること間違いなしの内容になっていると思います。別に僕がこうコントするわけではないですよ。僕はコントはしませんけどですね、こちらのですねプルートネットワークというチャンネルはこういったですね、映画の小ネタ情報、そして新作映画のレビューなどを上げていたりしております。もしよろしければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では早速行ってみたいと思います。じゃあそもそもトム・クルーズはどこでコントをしていたのって話でございます。別にね、皆様の近所の公園でコントをしていたわけでございません。ちゃんとしたテレビ番組でコントをしていたわけでございます。しかもめちゃめちゃ完成度の高いコントをしていたわけなんですね。じゃあどこで放送されたのかと言いますと、アメリカのですね番組レイトレイトショー with ジェームズ・コーデンというですねコメディ番組でございますね。はい、こちらのですね、レイトレイトショーというのは CBS で放送されているジェームズ・コーデンが司会を務める番組になっております。深夜のですねトーク番組ということでございまして、月曜日から金曜日の夜、40分アメリカで放送されているということでございまして、これねアメリカでめちゃめちゃ人気なの。わかんないけどわかんないけど、でもね今からお話しする内容を見ていただければ、あー絶対この番組人気なんだろうって思ってくれると思います。この番組というのはいろんなことをしているんですよ。バラエティ番組なんで、でその中の一つがですねカープールカラオケというものがございまして、これ何かというとロサンゼルスの道をですね車で走っているんですけど、ジェームズ・コーデンともう一人ですね、ハリウッドスターではないんですけども、ハリウッド歌手をですね乗せて一緒にアカペラで歌を歌うみたいな、そういったですね企画があるわけなんです。でその企画の中にはですね皆様知っておりますレディーガガ、ジャスティンビーバー、そしてスティービーワンダースティービーワンダー乗ってるのが面白いですね。はい、レッドホットチリペッパーズ、そしてですねポール・マッカートニーということでございまして、ポールは僕ライブ行くほど好きなんですけども、そういったですね各大御所メンバーとジェームズ・コーデンが車に乗って歌を歌うっていうですね、そういった企画もあるみたいなんです。でその他にもですねドロップザマイクっていうですねこれラップバトルなんですけども、このラップバトルですよ、ヨーヨーっていうやつにアンハサウェイが出ているということでございまして、はい、そういったものなんですね。いろんなことをしている番組でございます。その他にもですね、コントをしたりですねトークをしたりとか、ザ・バラエティと言えるような番組になっているんじゃないでしょうか。そしてこのですねレイトレイトショー with ジェームズ・コーデンというのはですね第68回プライムタイムエミー賞バラエティ部門を受賞しておりということでございまして、そういった賞も受賞している人気に番組になって人気の番組になっております。じゃあこのジェームズ・コーデンというのは一体何者なのかというと、イギリス出身のコメディ役者さんでございます。おそらくですね皆様をちょこちょこと見ている顔なんじゃないかなと思います。はい、作品ですと僕が見ているものですとイエスタデイとかですねキャッツとか、あとは始まりの歌とかですね、そういった作品に出演されております。はい、そしてですねこの、ジェームズ・コーデンなんですけども、実は今回のトップガンのコントの前にもですねトム・クルーズと同じ番組でですね共演しているんですよ。その時のですね内容も非常に面白いわけでございます。はい、中身といたしましては宇宙戦争アイズワイドシャット、そしてラストサムライミッションインポッシブルの、コントをしておりますというところでございまして、もうねザ・コントでございました。僕見たんですけども、背景グリーンバックでもあたかも合成みたいなところで2人でコントを楽しそうにしているというところでございます。そんなところでですねおそらく櫛の達者なコメディ俳優ジェームズ・コーデンという役者なんですけども、やっぱりねコメディ俳優と言いますと炎上というものがありますよね。結構ね観客を楽しませようとしてあまりにも過激なことを言ってしまって炎上してしまったっていうことはあると思います。その中でですね BTS とコラボした際に過激な発言をして炎上してしまったというケースもございまして、そういったところでは結構ね鋭いことを言うようなですね、ブラックジョークを言うような役者さんでもあるかもしれません。昨今ですとですね、コメディ役者のクリス・ロックがですねアカデミー賞
でウィル・スミスに殴られたとかですね、そういったこともありますけども、やはりですねコメディ役者とですね炎上というものはつきものなんじゃないかなと思います。で今回のご内容なんですけども、2つのコラボがあります。これはね非常に見応えのあるコラボです、作品といたしましては3分くらいのですね、まあ、コメディになっているんですけど、がっつりコメディします。しかもトム・クルーズという役者がマーベリックになりきってちゃんと演じているということで、非常に見応えがあるようになっております。まず1本目のお話でございますね。1本目はですねトム・クルーズ、まあ今回ですねマーベリックですね、役柄のマーベリックとしてジェームズ・コーデンと戦闘機に乗るというコントになっているんですよ。でこのコントがね非常に面白い。ジェームズ・コーデンにですねトレーニングをしに戦闘機に乗るぞって言ってるんですけども、ジェームズ・コーデンはいや俺そういうの苦手だから、俺もういいよ拒否するよ、嫌だよお前と乗りたくないよって言ってるんですけど、トム・クルーズはですねもうマーベリックになりきってるんで、いやお前はグースの代わりやん、お前はグースの代わりだから俺の後ろに乗ってくれみたいなことを言うんですけども、ジェームズ・コーデンがいやグースは死んでますがなって言って、二人がこのこうケラケラって笑っているんですけども、笑ってないかな、はい。そして戦闘機に乗るんですけども、今回のポイントが本物の戦闘機に乗ってるんですよ。これすごいですよ。トム・クルーズが本当に運転していまして、後ろにジェームズ・コーデンが乗っているんですけども、ジェームズ・コーデンがもう無理俺も本当に無理だからって言ってですね、まあ爆宙じゃないですけど、この飛行機がですね反り返って飛んでいたりとか、映画で見せるようなですねそういった描写をふんだんに使っているというところでございます。いやね、アメリカのねコメディって規模めちゃめちゃすごいよね。これもうぜひ見てください。下の概要欄に貼っておきますので、はい。これがまず1本目でございます。2本目もすごいからね。で2本目、この2本目のコメディも非常にすごいコメディになっております。これ何がすごいのかというと、キャスト勢揃いなんですよ。ペイバック役のですねジェイ・エリス、そしてですねフェニックス役のモリカ・バルバロ、ハングマン役のですねグレン・パウエルでございますね。そしてその他にもですねハニーバター役のジェームズ・コーデンでございますねいねえよって、ハニーバター役っていうので、またここもですね、会場劇場はですねゲラゲラ笑っているわけでございますね、はい。そして、毎度おなじみのマーベリック役の、トム・クルーズがですね乗っているわけなんですけども、この中身といたしましては、まあ、背景グリーンバックみたいなものを使っていて、みんなさんですね、ヘルメットつけて操縦していて、あー墜落する、やばい攻撃が来る、うわーとかやってる中で、ジェームズ・コーデンがいろんなパロディをしていくというところになるんですよ。その一つの描写といたしましては、ティーポットでですねお茶を飲みながらこういう風にやったりとか、まあ、そういったですね描写が描かれているというところでございます。チープな CG なんですけども、非常に皆さん楽しそうにやっているっていうところを見るとですね、微笑ましくなるような、作品になっているんじゃないかなと思います。まあこういったようにですね、トップガンマーベリックなんですけども、海外ではですねいろんなところでこういったですね、まあ番組と共演してですね、トム・クルーズが頑張っているというところも伺えましたというところでございます。やっぱりねトム・クルーズってすごいよね本当にこのコメディの1本2本見ていると、非常に全力でなおかつ楽しそうにやっているんですよ。それでこそいやいややってない、海外のハリウッドスターとかってそういうのをいやいややんないですよね。たまに日本人の方とかでは、この人絶対このコントとか出たくないんだろうなって言ってる人がですね、コント番組を出ていたりとかですね、あとはトークバラエティに出ていたりしますけども、そんなことを一切微塵とも感じないトム・クルーズを全力の笑顔、そしてノリノリでマーベリックを演じているというところでございます。まあ日本でもですね、こういったコントみたいなのもうちょっとですね、こう YouTube とかで、僕が別にこんな皆様に紹介しなくても見れれるようにできればいいのかなとは思いますけども、はい。まあ日本はやっぱり海外映画とかの需要があんまり各国に全世界に比べると低いのかなっていうところもありますので、うん、まあそういったところなのかなと思います。皆様見た？見てない方は下の概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てください。見た後はですね、皆様のコメントをぜひですね、寄せていただければなと思います。はい、ということでございました。こちらのですね、プルートネットワークというチャンネル、他にもですね、トップガンマーベリックのですね、動画についていろいろですね、お話ししております。下の概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。それでは皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。